これまでアメリカ市場には、まあ、販売というものなど大きなとか生産とか大きな投資をしてまいりましたので、これまで積み上げてきた、まあ、技術とか資産を使って、まあ、最大限稼ぎながら電動化への投資の蓄えをしていく、まあ、厳しいですけども、そういった数年になろうかと思っています。丸本社長はこのように経営の方針を示すとともに、乱高下する為替については行き過ぎた円安は是正され、今年度末にはコロナ禍前の1ドル120円ぐらいに戻るという前提を置いて経営の舵取りをしているとしました。どう見ていらっしゃいますでしょうか。その上で、円安の是正による原材料費への影響は来年度以降になるとの見通しを示しました。一方で、今月マツダは北米市場で新型車 CX90 を発表するほか、マツダ伝統のロータリーエンジンを使って発電を行う MX30 を計画通り導入することを明らかにし、今年を人と共に作る価値創造を加速させる年とするとしています。